マグロだ。撮影開始。リモートレースに参加しよう。イエーイ。というわけで今回は NDGP ファイナル&ひな四駆2023に参加するので、マシンの紹介をしていきたいと思います。まず最初に NDGP2022 とは、 ND さんが主催するリモート参加可能なミニ四駆レースです。5周年を迎える今回はレーザーミニ四駆のワンメイクレースということで、詳細は ND さんのチャンネルをご覧ください。さてこちらが前回 NDGP ラウンド3に参加した時のマシン、名前をダークナイトとしています。前回のマシンは一次予選で速度負け、反省点としては思ったより速度が出なかった、これにつきます。というわけで反省点を生かすため次回の課題としましては、速いシャーシを使おうというのが結論でした。今回用意したのはこちら、 NDGP ファイナルラウンド参戦マシーン、邪道ジョーカーです。邪道エースをベースに MA シャーシに乗せました。駆動が速い MA シャーシ、これだったらタイヤ径がちっちゃくても軽い駆動が何とかしてくれるはずです。邪道エースは悪役っぽい顔がよく似合うので、今回はジョーカーをイメージとした塗装となっています。この緑色に塗ったレーザーパーツもイエローの帽子みたいなデザインで、とてもジョーカーらしさが出たんじゃないかなと思っています。そうテスト走行の様子をご覧ください。前回のロードナイトと比べて今回の邪道ジョーカー、もしかしてちょっとだけ速くなってるんじゃないかなと、そんな気がします。そうあってほしい、そうであってくれ。というわけで邪道ジョーカー、道化なんて呼ばせない邪道ジョーカーにご期待ください。続きましてひな四駆とは、ミニオンショップ44さんが主催するリモートミニオンクレースです。今回は BMAX3200 という無加工金額制限レビューでレースを行うということで、今回参戦させていただく運びになりました。今回なんと招待枠ということで福袋が送られてきまして、その福袋に入っていたマシンで参戦します。福袋に入っていたマシンはこちらロードナイトです。 BMAX 歴に加えてきっとパーツモーターの金額が総額3200円税抜き以内に収める必要があるこのレースでは、送られてきた福袋ロードナイトは1200円ということで若干割増な価格になっております。というわけで残り2000円セッティングしていきましょう。開封済みで申し訳ありませんが、今回選んだパーツはこちらです。 FMA シャーシファーストトライパーツセット900円、リアスキットローラーセット320円、アトミックチューンモーター2420円、70mm ステン中空ステンレスシャフト180円、1.4mm 中空軽量プロペラシャフト140円、これで合計1960円、キットの価格1200円を足して3160円と40円足りないといったようなぴったり賞にはならなかったんですが、どうにか収めることができました。こちらがひな四駆参戦マシン、なお5000以内とは許さないとしています。ナイトつながりで転送戦隊ゴセイジャーの6人目宿命の騎士ゴセイナイトをイメージした塗装を行いました。ひな四駆はバンク多様のレイアウトのようなので、モーターをチューン系にしてブレーキ弱め台形タイヤで速度をカバーする作戦です。まあぶっちゃけ言えばタイヤ径をちっちゃくしたかったんですけども、フロントレーザーパーツを使うにはこのサイズのタイヤを使うしかなかったっていうところがポイントです。ちなみにこのボディ中央のエンブレムはプラモデルパーツの流用なんですが、装飾の制限がとても多い BMAX レギでこれが許されるのか非常に微妙です。両面テープつけてるだけなので、もし運営判断で NG となった場合は外してください。それではテスト走行の様子をご覧ください。 JCJC1 セットのコース、さすがにさっきのノーマルモーターよりは速いですね。安定して走れているんじゃないかなと思います。立体の様子は見ておりません。果たして装飾は許されるのか、5000ナイトの活躍にご期待ください。